愚者って一説ではタロットカードという物語の主人公なんですよね。主人公だなんて恐れ多いですね。将軍の情熱を宿した紅玉、公爵の慈愛を宿した翡翠、若き騎士の可能性を宿した真珠、最小の知恵を宿した双玉が礼を言うぞ最小よ。そなたのおかげで世はまた王都に。お母さん。つまらなかったから、みんな台本を読むだけで予想通りの舞台で。それなら千歳お姉ちゃんと一緒に演じている方が全然いい。見て見て、これ私が考えた新しい衣装のデザイン。お姉ちゃんが演じるシセル王の衣装なの。前の天の神の衣装でレース縫いを覚えたから、シセル王にも。私と一緒に戯曲本を読んでくれるし、私と一緒に演じてくれるし、私にはちゃんと見えてるもん。大丈夫、お姉ちゃんがいるから。お母さんはお仕事頑張って。申し訳ないのだけれど、あの子が気に入りそうな劇団、また探しておいてくれるかしら。って、秘書さんに言ってるよね、今頃。私たちが気に入る劇団なんてあるわけないのに。私は、誰にも見えない。誰にも入ってこれない。私たちだけの。お姉ちゃんと演じる舞台が一番だもん。あらゆる戯曲を読み、あらゆる結末を演じてきた私たちが満足できる、予想もできない舞台なんて。お尻丸出しで冷えるよね、アルルン。縫い終わるまでもうちょっと我慢して。あ、うん、全然平気。ありがとね、八千代ちゃん。レッスン着縫ってもらっちゃって。ちょちょいのちょいだってば、これくらいの針仕事。それにしても豪快に破れたね、お尻。うん、久しぶりに激フェスの稽古に参加できたからね。読み合わせに全力、アドリブも全開だったもん。
ったあったね。よっと。おお、さすが八千代ちゃん、針の動きが綺麗。八千代ちゃんの針仕事ってずっと見ていられるね。司ちゃんから聞いてたんだ、八千代ちゃんの衣装作りの腕前。司ちゃんも桐生院先生の舞台で衣装が破れた時、八千代ちゃんに縫ってもらったって聞いてたから、実際に見ることができてホッピー。そっか、でもじっと見られると恥ずかしいんだけど。ねえアルルン、少し大きくなった？レッスン着が破れたのってもしかしたらきついのかも。そうかな。でも確かにこの頃ご飯が美味しいかも。成長期ですかね。反抗期だったかな。うん？なんだかまるで別人だね。舞台に戻ってきたアルルン。え、そう？劇フェスの本読みが始まった頃、ずっと浮かない顔してたじゃん。それがこんなに明るく前よりも元気になって戻ってきて、いきなり誰にも負けないとびっきりのお芝居を見せて。頭突きされたからかな。はい。逃げ出して迷って進めなくなっていた私に、頭突きして無理やり舞台に引っ張り上げてもらって、やっと目が覚めてやっと気づいたって感じかな。やっぱり私舞台が大大大好きなんだってことに。それが頭突き？ああ、それよりも八千代ちゃん、どうして引っ込めちゃったの？え？さっきのお芝居でアドリブ。私分かったよ、八千代ちゃんが脚本のセリフじゃない言葉を言おうとしたの。別にアドリブなんて入れようとしてないよ。アルルンの勘違いじゃない？勘違いなんかじゃないよ。私確かに感じたもん、八千代ちゃんから新しい風が吹きそうになってたの。ねえ、どうして、どうしてやめちゃったの八千代ちゃん。あの時は変にアドリブを挟まない方がアルルンのアドリブが生きると思ったから。え？あの時のアルルンのアドリブ、月の明るさ、元気さ、そして強い意志を感じさせる、とってもいいセリフだった。月のキャラクターの新たな一面の掘り下げにもなるし、きっと脚本チームの刺激にもなる。だからその魅力を邪魔したくなかったんだよね。邪魔だなんて。八千代ちゃんのアドリブが加わったら、今度は愚者の魅力ももっとマシマシになってたかもしれないのに。印象がとっちらかるだけでしょ。やってみなくちゃわからないよ。わかるよ、だって私には見えるから。戯曲の腰方行く末が、こ、腰やん、腰方行く末、どこから来てどこに行くのかって意味ね。それが見える？あの時舞台の中心はアルルンの月だった。だから余計なアドリブをしない、それがあの時の愚者の演じるべき役。だからあれでよかったんだって。だって現にアルルンの演技に脚本の雨宮さん刺激を受けてたじゃん。八千代ちゃんはそこまで分かってたってこと？余計なことをしなかったおかげで予想通りに言ったよね。めでたしめでたし、ということで。はい、縫い終わりましたよ。皆さん待っているかもしれないし、早く戻ろう。まだ終わってないよ。え？すごいすごいよ八千代ちゃん、舞台の腰あんが見えるなんて。腰あん、腰方行く末ね。それそれ、
私なんて目の前のお芝居に精一杯なのに、舞台がどう始まってどうなっていくのかが見えるなんてすごすぎだよ。同じ1年生なのに。だからこそ、どうしてなの。絶対あの時、八千代ちゃんのアドリブが入ってた方が舞台は盛り上がっていたはずだよ。月も愚者ももっと掘り下げられたはずなんだよ。なのに。そんなことをしたらぶつかっちゃうじゃないですか。柄じゃないっていうか、スマートじゃないっていうか。舞台の上でぶつかり合うのって私にはちょっと。ましてや舞台にはアキラ先輩やミチル先輩、マヤさん、クロさん、玉尾さんやシザーさんもいるわけで、1年生は1年生の役を全うすればいいんじゃないって。そんな、学年なんて関係ないよ。私たちが1年生だからってそんなのダメだよ。アルルン、どうしたの？縫ったばかりのレッスン着を着て。もったいないもん。目の前に無限に広がる可能性があるのに、それを諦めるだなんて。どうして、思うがまま、感じたままの言葉を言っちゃダメなの？聞かせてよ、あなたの胸の内に浮かんだ言葉を。やめてよアルルン、こんなところでエチュードなんて。あなたはどこに行きたいの？あなたは何になりたいの？ここは私たちだけの舞台。聞かせて、愚者よ、あなたの言葉を。分かっているんだ、僕には。僕の旅はどこにもたどり着くことはない。この旅の果てには何もないってことがね、分かっているんだよ。僕にはこれが、僕が言いたかった言葉だ。月よ。何も知らない愚かな若者、愚者。でも何も知らないってことは、これからいろいろなことと出会い学べるんですよね。知っているというのは決して賢いわけじゃない。知りすぎたことで怯えたり守ったり臆病になることもある。だから挑み続けたいですよね、新しい舞台に。だってそこには私の知らない私がいるわけですからね。この旅はどこにもたどり着くことはない。旅の果てには何もないってことが分かっている。ああ、僕は分かっているんだ。舞台の越し方、行く末が。この世は舞台、王すらも役者、すべては戯曲に記された通りにしか進まないという真理が。どうして、愚者、あなたは一体何者なの？あなたは一体何者なのか。それを聞きたいのは僕の方だ、月よ。え？全く予想外だったよ。君が再びこうして僕の前に現れるなんてね。僕は長い旅を続ける中で、たくさんの物語を見てきた。人々の出会い、喜び、愛、悲しみ、そして別れ。かつての君はたくさんの仲間に囲まれ、愛にあふれていた。信仰、慈善、希望、審判、まるで姉妹のような君の愛すべき仲間たちに。だが最後に僕が見た君たちは、互いに争い、ぶつかり合う、戦う者たちに変わっていて、君は怯えているように見えた。あれだけ柔らかな光を放っていた君が、月食のように暗く沈んでいた。舞台の上では分かり合えない決定的な亀裂が見えた。おそらく他の誰かでは解決しえない月自身の抱える問題があり、君は苦しみから
舞台から去った。違うかい？一度舞台から降りた者は二度と戻っては来ない。それが僕が長い旅で知ったこの世の真理だけど、君は帰ってきた。僕の予想を覆して女帝の玉座に飛び込んで、こんなことは初めてだった。まったくの予想外だよ。なぜ君は戻ってこれたんだ、月よ。教えたら教えてくれる？あなたの秘密も、あなたがなぜ舞台の腰肩行く末が見えるのか、あなたがなぜ目の前に広がる無限の可能性を諦めてしまうのか、教えてくれる？いいとも、約束しよう。だから教えてくれ、君に何があったのか。何にもなかったの。え？私には、月には光も空気も命も水も何もなかった。だから自分で光を放とうとした。荒涼とした月の砂漠を隠して明るくて愉快な自分を演じ続けた。みんなの笑顔が見たくて。だけど私の中の砂漠はなくならない。ずっとそこにあり続ける。その時みんなが教えてくれたの、目を覚まさせてくれたの。自分を諦めるな、より良き道があると信じて、審判の日が訪れるその日まで希望を捨てずに求め続けろって。事前、信仰、希望、審判。誰かの笑顔のためではなく、私が笑って舞台に立つために。光や空気や水や命が欲しいなら、自分の足で見つけに行かねばならない。自分が自分自身の舞台の主役となって、それが必ず未来にこの旅の答えにつながっているからって。星が、私の娘が教えてくれたの。星？君の娘だって？おかしい。星はこの物語に、この戯曲にはキャスティングされていないはずだ。小さな瞳で大いなる物語を紡ぎ続けていた初子の少女、彼女が大きくなって私に会いに来てくれたの。舞台の上で時を超えて。初子の少女が大きくなって。あ、まさか。そう、客席で見ていたあの子が私たちのきらめきを浴びて舞台に上がる、未来の私たちの娘。彼女の存在が、私が何者かである確かな証。今ここで舞台に立つ確かな意味。だから君は再び戻ってきたのか、舞台に。まったく、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 まったくもって予想外だ。まさか君の戯曲に信仰、事前、希望、審判以外の登場人物がいたなんて。信じてくれた？信じざるを得ないだろうね、その笑顔を見ると。だが予想外だよ、こんな戯曲、こんな舞台は。舞台では何にだってなれる。舞台の上ではどんな奇跡だって起きる。さあ、約束だよ。今度はあなたが教えて。あなた自身のこと、あなたの秘密を。あなたには一体何が見えているの？どうして腰肩行く末が見えるの？この世は舞台、王すらも役者。見てきたからさ、あらゆる戯曲の結末を。
演じてきたからさ、あらゆる物語のすべての役を。僕は吟遊詩人と戯曲家の間に生まれた。幼い頃から戯曲集に囲まれ、ありとあらゆる物語に触れてきた。悲劇、喜劇、恋愛劇、復讐劇。幼い僕はたちまちその世界に心を奪われ、読んでは演じ、読んでは演じを繰り返してきた。東の帝国の年代記に、西の海賊の英雄譚、風吹く丘の国で真珠の騎士として戦ったこともあった。神々の黄昏にまどろみつつ、大地の女神として愛を歌ったこともあった。戯曲はそれが一つの人生の物語。僕はいくつもの戯曲を読み、あらゆる人生を体感してきたんだ。彼女と一緒に。彼女？僕には共演者がいた。僕にしか見えない、僕としか話せない、舞台の上でだけ会える僕だけの姉が。僕らは何度も何度も戯曲の世界を旅してきた。一つの戯曲を読み終わるたびに、新たな戯曲の世界に生まれ変わって。だけど姉の姿は僕にしか見えないからね。みんながその存在を確かめられるよう、見知らぬ戯曲に出会うたび、僕は姉のために新しい衣装を縫うことにしたんだ。そっか、衣装があれば共演者がいるってわかるもんね。あなたの衣装作りの腕はそうやって。そうやって僕たちは旅を続け、そしてあらゆる戯曲を演じ尽くしてしまった。そしてわかるようになってしまったんだ。あらゆる戯曲、あらゆる人生を演じ尽くしたせいで、戯曲の流れ、物語の動きが、人の営み、感情の機微、あらゆる舞台の腰方行く末が、手に取るように分かるようになってしまったんだ。この世は舞台、王すらも役者。僕たちの人生は誰かが書いた戯曲に過ぎない。人生の結末は決まっていて、予想外のことなど起こらない。ははっ、だから幼い頃は気味悪がられたものだよ。小さな子供が老成した預言者のように次に起こる出来事をピタリと言い当てるんだからね。予言じゃない、人間がどう考えどう動くかわかるんだ。あらゆる戯曲を演じてきた僕にはね。なんて言っても誰にも理解されるはずもなく、だから僕は旅に出たんだ、姉と共に。そっか、だからあなたは旅を続けてこられたんだね。お姉さんがいたから。信じてくれるのかい、僕の姉の存在を。もちろん、あなたも私の娘のことを信じてくれたでしょ。ああ、月よ、これが僕の秘密さ。僕には見えてしまうんだ、舞台の腰方行く末が。舞台の幕が開く瞬間から降りたどんちょうの裏側までが鮮明にね。王すらも役者、どれだけの権力を持っていても、人は戯曲の中の役の一つに過ぎない。激動の人生かもしれないが、それも予想の範囲内。だけどそれは嘆くことじゃない。だって戯曲は舞台の型紙、型紙通りに演じれば美しい舞台が出来上がるんだから。きちんと型紙通りに演じれば。
何の期待もせずに。あ、全ての戯曲を演じてきたから、あらゆる人生を体感してきたから、全ての終わりが分かってしまうか。なるほどね。だから余計なことはせず、自分が与えられた役を演じればいい。予想外のことなんて起こらないんだから。なるほどね。じゃああなたはなぜ旅を続けているの？え？この旅がどこにもたどり着くことはないって分かってるんでしょ？この旅の果てには何もないってことが分かってるんでしょ？なのになぜ旅を終わらせないの？それは期待しているからでしょ？予想外の結末を、自分の予想を超えるより良き旅があると信じているからでしょ？だから審判の日が訪れるその日まで希望を捨てられずにいるんでしょ？わかった風な口を聞くな。遠い夜空からしか見ていなかった君に僕の何がわかる。確かに私にはあなたのような膨大な経験もないし、舞台の腰方行く末がわかるわけでもない。だけど舞台の真理を一つだけ知ってる。強引に傲慢にわがままに舞台を変えてしまうのが主役だってこと。主役は舞台の真ん中で輝く光、壁を越え時を超える乱暴で傲慢なきらめき。主役がポジションゼロで放つきらめきは、戯曲の最後のページの続きを生み出し、予想もつかない舞台を作り出すの。この世は舞台、王すらも役者。でもその王が主役だと決めたのはその戯曲の作者だけでしょ。力なんかなくたって、綺麗なドレスを着ていなくたって、強いきらめきを放って一夜で世界を変えてしまう、それが主役なの。誰かの書いた戯曲で誰かの書いた役を演じていれば予想通りなのは当然でしょ。あなたは誰かが作った戯曲を読んで全てを分かった気でいるだけ。予想外の結末を、見たこともない戯曲の続きが見たいなら、あなたが主役を演じなくちゃ。結末がまだ書かれていないあなた自身の戯曲で、まだ一度も演じていないあなた自身の主役を変えていけばいいんだよ。腰方行く末なんてあなたから出てくるアドリブでどんどん。そんなことできるわけ。怖いの？舞台の上でぶつかり合うのが柄じゃないから、スマートじゃないから、本当のあなたをむき出しにしなくちゃいけないから。本当の自分でぶつかり合って奪い合うからこそ生まれるんだよ、見たこともないきらめきが。私は見たいの、あなたのきらめきが。誰かの書いた戯曲を飛び出して自分自身を無我夢中で演じてる愚者が主役の舞台を。僕が主役の？だってむき出しのあなたと演じれば私の月はもっともっと綺麗に輝くから。なんで僕の舞台に押し入ってくる？僕を利用するな！するよ。だって私は強引で傲慢でわがままだもん。愚者よ、あなたはどこに行きたいの？あなたは何になりたいの？わからないなら照らしてあげる。夜道でなくしたあなたの落とし物、私が見つけてあげるってわー。
アルルン。はい、タオル。お尻、隠して。うわー、ありがとう、やちおちゃん。でもどうしよう、また破れちゃった。こんなの、縫っちゃえばちょちょいのちょい、ですよ。破られたのは、あたしかもしれないけどね。え？いえ、なんでもありませんよ。でもエチュード、楽しかったね、やちおちゃん。またアドリブでいっぱいぶつかり合おうね。誰も見たことない舞台を目指して。誰も見たことのない舞台なんて、そんなもの。あるよ、あるある、あるあるあるよ。愚者のアルカナ、旅をする若者が描かれたカード番号0のアルカナ。タロットカードの物語そのものが彼の旅を意味するとも言われる。すべての始まりを意味する一枚。正位置の意味は変化、未来、可能性。逆位置の意味は冒険、協調性のなさ、無我夢中、舞台バカ、と、私のことをそう呼んでくれた王がいました。その王が演じて見せてくれたのは、古に書かれた戯曲、何度も演じられている戯曲のはずなのに、王と宰相が演じる舞台は、その戯曲を何度も読んでいた私の想像を超えるものだった。想像を超えたのは、主役の、きらめき。今日、私が浴びせられたのは、あの日見たきらめきと同じものだったのかもしれませんね。舞台では何にだってなれる。舞台の上ではどんな奇跡だって起きる。主役になって、誰も見たことのない舞台を作る。型紙を破って、想像を超える新しい舞台を、私が？それは、想像していませんでしたね。